はい、コスケです。今日はですね、ちょっとお知らせの動画になります。5月の12日日曜日ですねに開催される、お台場の方で開催されますストリートカーナショナルズ、こちらの方にエントリーをしましたっていう、今回ご報告の動画になります。先日エントリーして、一応採択になったので、本決まりになったので、今回、お知らせという形で動画を回してます。ストリートカーナショナルズ、今までね、そういうイベントとかにエントリーしたことはなくて、サバーバン乗ってたんですけれども、そんなにね、別にいじってる車でもないですし、ゴっていうね車でもないので、そういうエントリーはしてこなかったんですけれども、今回ちょっとメキビね買って、これいいんじゃないのっていう形で、エントリーしてみればってお声をねかけていただいたので、ちょっとそのお声にね背中を押されまして、でちょっとエントリーしちゃおうかなと思ってエントリーしてみました。メキビー、これメキビーですしね、そんなに別にいじってるわけでもないのであれなんですけれども、面白いかなと。この車もね乗ってて面白いんで、そういうイベントにね出てもいいんじゃないかなと思ってエントリーした次第なんですけれども、とりあえずね、エントリーし、こういうのにエントリーしなかった、理由の一つとしては、ちょっと暇になるかなって思ってたんですよ、会場でね。一回見て回ったらもうやることないじゃないですか、基本的に。知り合いがいなければ。あまり知り合いないんで、僕もね。昔はアメ車仲間いっぱいいたんですけど、皆さんアメ車降りちゃって、もうだいぶ昔の話なんでね、ちょっと疎遠になってるんで、お付き合いがね、あんまなくなっちゃったんで、そういうエントリーとかね、しても、ちょっと一日時間潰すも大変だなとか思ってて、特にいじってる車でもないですしね、別に声かけられるようなところでもないので。そんな感じだったんですけど、ちょっと今回気がね変わって、せっかくなんで1回ぐらいやってみようかなという感じでエントリーをしようかなと。このね青も連れてくんで、プラプラしてるとは思うんですけれども、今回は誘ってくれた方もね、一緒に並んで入ろうかなと思ってるんで、一日飽きはしないと思うんですけど、なんでだいぶ楽しみです。ストリートカーナショナルズ、多分知らない方もねいるんじゃないかなと思うんですけれども、かなりでかいイベントです。お台場のガンダムのちょっと奥のところに駐車場あるじゃないですか、でかい、そこでやってるんですけど、台数がね相当いるんですよ。で毎回ね、僕毎年行ってるんで動画回してるんですけど、でその動画も上げてるんでちょっと見ていただきたいんですが、全部回りきれてないんですよね。そう、広いのと台数が多いのと、あと買い物ができる、そういうのも含めて回りきれないんですよね。で、こういう会社、アメ車だったりとかドイツ車だったりとか、そういうところと、ブースの枠と国産車のブースが分かれてて、
ちょっと正直国産車の方までは僕いつも回ってないんですよ。時間がちょっとなくてね。そんなねでかいイベントなんでね、ムーアイさん主催なんで、楽しいこと間違いないんでね、ちょっとぜひぜひ遊びに来てもらえたらなと思ってます。まだね2ヶ月先なんでね、ちょっとどうだ、僕もエントリーしたはいいけど仕事入っちゃって、ちょっと大きめの仕事だったら多分仕事の方を優先しちゃうと思うので、もしかしたら参加してないかもしれないですけど、その時はまた報告します。インスタなりでね報告したいと思うんですけども、まあこんなね何も大して見た目はカスタム別にされてないね、メキビなんですけどね、まあそれはそれでそんな感じなのもいいのかなと思ってるんですけど、不思議とね、ビートル僕ももともとそうなんですけど、ビートル乗ったりとかビートル乗りたいなって思ってる人以外は分かんないんですよね、違いが。ドイツ車だろうがメキシコ車だろうか分かんないんですよ、どこが違うのと。実際僕もそうだったんで、買ってやっと分かったぐらいです、どんな違いがあるかとか、ね、だからあんまり気にしなくていいのかなと、まあ、その界隈だけかなとね言われるのは、なんでね今回はストリートカーナショナルズなんで、まあ、ね、ワーゲンのイベントじゃないんでね、そういうところは全然楽しめるんじゃないかなと思ってます。まあその前にね4月にフォルクスワーゲンジャンボリーが千葉の蘇我でやるんですけれども、まだエントリー申し込んでまだやってるのかな、応募してるのかな、まあ、そっちもねやっぱエントリー一回しようかなと思ってるんですよ。どっちみち見に行くんでね、まあ、ただねやっぱそっち知り合いが何せいないんで、行ってもすぐ暇になるなと思って、蘇我なんで外出ても何もないんじゃないですか、時間潰すところが。お台場はね結構時間潰すところいっぱいあるんで、最悪ね、まあ、ずっと会場にいると思うんですけど、ちょっとそれもあってね今ジャンボリー悩んでるところです。で今回ただジャンボリーそれ悩んでるっていうのは今回ドイツ車以外をフューチャーしてるんですよ。こういうメキビーだったりとか他のね、国で作られたやつなんで、今回はねちょっと楽しいんじゃないかなとか思ってて、普段よりねだからちょっとエントリーしようかなと思って、今ちょっと本当ギリギリまで悩んでるところです。もしね、向こうで一緒に遊んでくれるよっていうフォルクスワーゲン乗ってる方いらっしゃったら、ね、ビートルとか、タイプ2とかタイプ3とか、まあ、乗ってる方いたらぜひちょっと連絡ください。そしたら背中押されて多分エントリーすると思うんで、はい、ちょっとねやっぱ一人で寂しいんだよね、まあ、青くんとかねいてぼーっとしてる一日になっちゃうかもしれないんで、ちなみになんですけど、今日これ着てるこのロンティね、こちらオリジナルで作ってます。808モーターサイクルっていう風なのでね、やってるのでぜひぜひ気になった方チェックしてみてください。概要欄の方にね、まあ、スズリで売ってます。スズリで売ってるので、これ以外にもね、コーチジャケットだったりとか、あと僕が撮影した写真、ハワイで撮った写真を、プリントした T シャツだったりとか、ロンティーだったりとかをね、販売してるので、ぜひぜひそちらもね、見てみてください。
今回はですねストリートカーナショナルズに、エントリーしましたよという報告動画でした。ということで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。